はい、皆さんこんにちは、アミタです。今日は僕が大学時代ね、一番よくつるんでたTザルくんのね、お話したいと思います。もうこれね、新シリーズですね。Tザル伝説っていう新シリーズ作りますわ。はい。さあ、今日のTザル伝説は、僕がね、2年生の時の話なんですよ。大学1年生、前の動画でもね、あげたんですけど、すごいきついと。すごいきつい1年生を乗り越えて2年生になった。我々、世代。そこで、Tザルくんが、ある団体をね、立ち上げようっていうことになったんですよ。で、その非公式の団体名が、もう伝説ですよ、もう。獣会っていうね、会をね、結成したんですよ。メンバーは3人、僕を含めて、Tザル。そして、僕。そして、沖縄出身の山本くんっていう、通称ヤマビーっていうクソイケメンがいたんですけど、この3人でね、獣会っていうのを結成したんですよ。で、この獣会っていうのが、何をする会かっていうと、2年生になって多少時間も余裕できたし、3人で遊びまくろうぜっていう、そういう会なんですよ。簡単に言えばね。はい。で、会長がね、その会の、獣会の、一応ね、形式的にですけど、役職を作ったんですよ。会長、リーダー、Tザル。はい。で、副会長が僕だったんですよ。で、総務みたいな、別に名前に意味はないですよ。ただポジションの名前ですよ。総務に山本くんで。で、この3人でね、もうとりあえずね、遊びまくろうぜっていう。稽古もしながらですよ。勉強もしながらもちろん。という会だったんですよ。はい。大学生。20歳そこそこの大学生なんで、女の子と飲みたいじゃないですか。だからもう合コンしまくろうぜみたいな話だったんですよ。うん。で、その獣会のね、合コンの、ルールがあって、飲み会とか合コンをセッティングした人はお金を払わなくていいっていうルールだったんですよね。他の2人が払うみたいな。開いてくれてありがとうじゃないですけど。だから、合コンを開いた人は女の子とも飲める。楽しい時間も過ごせるし、お金もいらないっていう。今思えば、なかなか面白いシステムでやってたと。はい。これでね、でもね、一番ね、セッティングできたのはね、やっぱね、Tザルなんですよ。なんでかっていうとね、言い訳になるんですけど、僕、鳥取出身で、高校前鳥取で、そっから東京行ってるわけじゃないですか。で、山本くんもね、もう一人の、沖縄出身で、沖縄から来てると。ただ、Tザルね、あいつ東京出身だから、知り合いいっぱいいたんですよ。うん。あと、社交力がね、もちろんすごいっていうのもありましたけど、だからね、大体はね、Tザルがね、セッティングしてくれましたね。もう僕らはもう Tザル会長ありがとうございますって感じで、会長ごっつぁんですって感じで、もう合コンとかね、よくしてましたね。はい。何個かね、ルールとかあって、まず乾杯、ビールとかで乾杯して、乾杯したグラスの取っ手をね、向けるっていう、これは結構有名なあれですけど、それで、今日自分がどの子狙いみたいな。やっぱセッティングしてくれた方がね、一番偉いんで、その方から、優勢権があると。はい。そういう感じで、女の子を自分のね、好きな、自分のね、好みの子を被らないようにしたりとかしてましたね。で、僕ね、その、獣界の中で、合コンの中でね、よく言われるあだ名があったんですけど、僕ね、すごい物知りだったんですよ。ニュースとかもよく読んでたし、雑学とかも結構あったんで、歩くグーグルっていうあだ名が付けられてましたね。その非公式でね、獣会の中だけで。はい。その獣会なんですけど、ガチでね、女の子を狙いに行ってるっていうよりは、もう楽しく飲もうぜみたいな感じの方が強かったんで、女の子とね、飲むために作ったんですけど、結局ね、酔っ払ってきたら自分らだけで楽しくなっちゃうんですよね。その会の、飲み会のね、入りからもうふざけてるんですよね。僕の名前、網谷武なんですけど、その、武史をね、名乗れた会ってあんまないんですよね。大体、会長のね、下の名前の正也か、山本くんの下の名前の浩太のどっちかでしたね。名前がね、もうシャッフルされてるんですよ。もう意味わかんないでしょ？もうこれは内輪のノリで楽しいだけですから。もう、聞いてる人は本当に意味わかんないと思うんですけど、最初はね、覚えてる時は、自分の名前、じゃなくても反応できるんですけど、大体酔っ払ってきたりとか、不意に、マサヤとか呼んじゃうじゃないですか。そしたら女の子、ってなるんですよね。あれ、マサヤあんたじゃないのみたいな。俺マサヤみたいな。もうそういう、本当ね、グダグダでアホな飲み会してましたね。でもその獣会の飲み会でも奇跡が起きたりしたんですよ。一緒に飲んでる合コン相手の女の子が、相撲部知ってるとか、そういうこともあるわけですよ。まあね、都市圏なんてね、いっぱい人いますから、不思議じゃないんですけど、その中でね、一回ね、なんか千葉あたりの女子大生かなんかと飲んでた時に、私たちの中学にも相撲部いたよみたいな話になって、その女の子がそいつね、結構強かったんだよみたいな話してて、言ってもね、僕ら日大相撲部ですから、有名なやつのは大体名前知ってるんですよ。でその女の子が「今井知ってる?」みたいな言ってきたんですよ。今井あいつ相撲強かったんだよねみたいな、名前忘れたんですけど、なんか確か砂中みたいな名前で、砂の今井ってやつがいたんですよ、僕らの代に。はい、なんとね、砂の今井の名前がそこへ出てくるっていう、そういうこともあったりしましたね。その獣界っていうのはね、結構僕は2年生の間とか、結構暴れ回ってたんですけど、翌年ね、1個下のやつらが2年生なんてね、ちょっと時間できたりしたら、もうさらにそいつら加えてちょっと拡大化したりして、もう獣界ね、ティーザルがいた頃はすごい一大勢力で暴れ回ってたりしましたね。今でもね、これは本当かどうかわかんないですけど、今でもTザラくん、獣界をプロで継続してるとかしないとか、その辺はね、本人に確かめてみてください、皆さんが。はい。というわけで、Tザル伝説、今日はここまで。チャオ。